皆さん、こんにちは。スリラキャットチャンネルのミヤです。誰もが一度壮大な星空を見上げたことがあるでしょう。それは私たちが未知の世界への好奇心を抱く瞬間です。今日は人間史上最も見る価値のある SF 映画のトップ10をご紹介します。このランキングは各メディアの評価と私自身の趣味に基づいています。権威的なものではありませんが、映画を見る際に参考程度にしていただければ幸いです。 ある程度客観的な基準を保ちながら少し個人的な好みが反映されていますのでちょっと違うなあの作品は素晴らしいのに入ってないんだと感じられた場合はぜひ自由にコメントしてください。それでは始めましょう。第10位、レディープレイヤー1この映画は数多くの高品質作品を作り上げた巨匠。 スティーブン・スピルパーク監督による作品です。この作品は、ここ数年で映画館で得られる最高の鑑賞体験の一つかもしれません。数々のオマージュやポストクレジットシーンを除いても、映画の技術水準は非常に高いです。監督の豊かな想像力が見事に具現化されています。映画の冒頭のクールなカーチェズシーン。映画ファンを歓喜させた中盤のシャイニングの世界。 そしてクライマックスの戦いでは RX の78-2のガンダムが登場する瞬間など映画の世界への引き込み圧倒させます。さらにサイバーパンク的なハイテクでありながら世界での高度なテクノロジーと低い生活水準との比較、映画の最後に明かされる感動的な結末もより一層多くの人々に感動を与えます。 特にゲームファンにとってテンポよく2時間の中で完全に独特な世界に没頭できる必見な映画です。この映画を一言で表現するなら、圧巻という言葉がふさわしいでしょう。また、映画の今後はどのように進化していくのか、冬季映画から 3D 映画、さらにバーチャル映画への発展も感じさせます。アニメやゲーム好きな人たちにとっても絶対に見逃せない作品です。第9位、ウォーリー 未来の地球は汚染によって植物や動物が生存できなくなり、人類は地球を離れ、巨大な宇宙船の中に避難しました。地球に残されたゴミ処理ロボット、ウォーリーは、青空も川もない地球の表面で、日々ゴミを処理する作業を続けています。長い年月を経て、彼は自我を持つようになり、仕事の後に何百年も前のラブストーリー映画を見て、死体に愛というものに憧れるようになりました。 しかし、ある日、突然やってきた宇宙船がその静かな日常を壊しました。任務を持った真っ白な探査ロボット、イブが地球に降り立ちました。何百年も孤独な時間を過ごしたウォーリーは、イブと出会った瞬間、彼女に恋をしました。そして、ウォーリーとイブは、銀河系を超えた興奮と想像力に満ちた冒険の旅が始まりました。第8位、インセプション。クリストファー・ノーラン監督による典型的な作品です。 精密なストーリー構成、特に最後の4層にもわたる夢の世界周は見事で表現されました。回転するホテルの廊下、壮大な雪景色、そして神秘的で不安さを煽る虚無な風景など、驚くべき体験が満載です。さらに最後のコマが止まったかどうかという結末は感覚に長年闘技させる余地を残して、監督自身も明確な答えを持っていないかもしれません。その精緻な語り方が、 感覚の心を的確に捉え、この映画が公開から10年経った今でも再上映されるたびに熱い陶器を巻き起こす理由の一つです。この点からインセプションが高い評価されるのは当然と言えるでしょう。第7位オーロラの彼方へもし過去に戻って自分の人生の一つの出来事を変えることができるとしたら、あなたはどの日を選びますか 主人公は最も変えたいのは1969年10月12日、彼の消防士の父親が火事で亡くなった日です。主人公は父親の遺品を整理している時に30年前に父親が使っていた古い無線機を見つけます。その無線機を偶然使っていると、なんと30年前の父親と無線で繋がってしまうのです。この映画にはまだ科学界でも解明されていない宇宙理論が盛り込まれて、 監督も専門家にアドバイスを受けながら制作していました。そのために映画の説得力が一層高まっています。第6位、インターステラー。近い未来、地球は砂嵐に覆われます。農作物は次々と枯れて絶滅し、人類は打つ手がなくなりました。かつては星空を見上げ、夢を描いた人類は、 想像力やインスピレーションが膨らませることもなく、毎日砂なしの中で残されたわずかな時間を数えながら生き延びています。この物語はそんな絶望的な状況の中で主人公がどうやってワークホールを越え世界を救おうとするのかを描いています。インターステラーはストーリーの語り方に重点を置き、特に家族愛の描写がこの作品の大きな特徴とも言えます。 また、この作品は、物理学のブラックホール理論に基づいて、人々のブラックホールに対する想像を膨らませています。音楽や映像も一級品で、まさに SF 映画史に残る名作と言えるでしょう。第5位、ミッション8 minutes。 アメリカの哲学者ヒラリー・パドナムの水素の中の脳理論や中国戦国時代の創始家・創始による誤調の夢の話を聞いたことありますかこの映画はまさにそのような先人たちの偉大な研究に基づいた作品です。 主人公は何度も何度も爆発寸々前の高速列車に送り込まれ、その都度8分間の中で、四学の列車爆発事件の犯人を見つけ出し、何百万人もの命を救うという任務を背負っています。その結末は観客に強烈な印象を与えるでしょう。第4位、バタフライエフェクト。私たちの誰もが一度過去を変え、現在の状況を良くしたい、または別の人生を歩みたいという夢を見たことがあるでしょう。 この映画はまさにその考えを描いた作品であり、もし私たちが本当に過去を変えたら、その結末を探っています。この作品は見る者の,の世界観を変えるかもしれません。じっくり楽しむ価値がある映画です。第3位、コンタクト。主人公の女性は幼い頃から父親と一緒に天文学を研究します。宇宙には他の知的生命体が存在することを常に信じていました。成長した彼女は天文学者になり、 宇宙からの信号を受信するプロジェクトに携わります。そして、ついに彼女が遠くからの応答を受け取りました。この映画では科学的な概念の説明が厳密に、そして論理的に描かれ、非常に優れた作品と言えるでしょう。第2位、AI。ある母親の息子が重病にかかり、命の危機に瀕していました。その悲しみを和らげるために、彼女はロボットの子供、ィビットを養子に迎えます。 ディビットの使命は、彼女を母親として愛することです。しかし、間もなくして彼女の本当の息子が回復し、ディビッドは愛されなくなり、残酷にも捨てられてしまいます。通常、捨てられたロボットは廃棄処分される運命ですが、ディビッドは運よく逃げ出しました。彼は本当の人間の子供になりたいと願い、再び母親の元へ帰ろうとするのです。第1.5位、ブレッドナンナー。 この映画はリアルなサイバーパンクスタイルを切り開き、感覚に壮大にありながらも、荒廃した特殊な世界を見せてくれます。物語は人間と同じ知性を持つレプリカントと呼ばれる人造人間が、わずか4年の寿命しか与えられていないことから始まります。彼らはもっと長く生きるために命かけて地球に戻り、自分たちを作った人間を探します。しかし、彼らは地球上での存在を許されていないため、 レブリカントを追い詰める役目を持つプレートランナーに追われる危険にさらされています。映画のベースは非常に悲観的で、暗い夜に常に降り続ける雨、年は混雑し占めていて、人類の未来に対する不安が反映されています。第1位、マトリックス。主人公はネットワークのハッカーで、自分が生きている世界が一見リアルに見えるものの、実は何かしら巨大な力によって制御されていることに気づきます。 彼は一体どの道を選ぶべきでしょうかインターネットの発展とパーソナルコンピューターの復旧に伴い、人類は仮想現実、自由意志、そしてアイデンティティに関する哲学的なテーマを深く探求するようになりました。この映画の革新テーマは、これらの難解な哲学的なパラドックスや人工知能と人間との関係に対する深い考察が含まれています。 三部作の構成は非常に厳密で、視覚と静止の両面で強烈な衝撃を与える作品です。第0位、2001年の宇宙の旅、1968年に公開されたこの作品は、SF 映画のピラミッドの頂点にあります。その深さは他の映画ではなかなか超えられないものですが、公開された年代が古いため、映画の画質が今に比べるとやや見踊りします。ストーリーは難解で、 物語の進行も非常にゆっくりで情々に感じられるかもしれません。一部の観客は映画が始まって25分も経たないうちに眠ってしまうこともあるため、SF 初心者にはあまりお勧めできません。しかし、もしあなたが SF マニアであれば、この名作をじっくりと腰を据えて鑑賞する価値があるでしょう。また、デトロイト・ビカム・ヒューマンという人工知能をテーマにしたアクション・アドベンチャーゲームも一見の価値があります。 では、話はここまでです。お気に入りの作品や意見があれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのご意見を取り上げて解説する予定です。また次回お会いしましょう。